パンラボの池田です。9月23日川越にパンピーポーがオープン。埼玉の小麦を知り尽くした若松シェフがついに大ブレイクしようとしている。埼玉県川越東武東上線新河岸駅から歩くと、この野原のような店舗跡が目印。この辺りで本日9月23日リュネットの若松大輔シェフが新店をオープンさせると聞いて駆けつけたのだが、おや、すでににぎわっているようだ。パンピーポー、失礼します。あれ、売り場はめちゃくちゃ狭い店だ。ここは店というより厨房しかないではないか。窓際にパンが並べられ、外で窓口から買うスタイル。古い木をうまく使った外観がいいお手前だ。この方が若松大輔シェフ。開店へ向け急ピッチでパンが焼き上がっている。入ってもいいのだろうか。どうぞ。これ何作ってるんですか。これリュースティックの、これあんバターとか、なんかサンド系にするやつ焼いて。あ、そうなんですか。猛烈な狭さです。すごいいい感じですね、この天井とか。そうなんですよ。ほぼ手作りの店です。もうシンプルなパンばっかですか。あ、そうですね。でも私パン系は僕料理結構好きなんで、はい、自分でなんかリエットとか作ったのは、はい、これからサンドしたりします。あ、そうなんですか。はい、うわ、楽しみ。いよいよ。オープン初日が始まる。長蛇の列に若松シェフがご挨拶。どんな店なんだ。パンを見てみよう。花満天ブレッド、花満天を使ったバタール、ロデル、チョコフランス、ポテトフォカッチャ、豆腐とほうれん草リュースティック、クリームパン、花満天スコーン、チーズスコーン、ダイナゴン、黒ごまベール、ゆずホワイトチョコ、ミッシュ、コーヒーのドリップバッグ。先ほどから連呼している花満天とは何か。埼玉県産のパン用小麦のこと。地元を愛し小麦を愛する若松シェフは花満天を長年使い続け、ちょっと気難しいこの小麦を知り尽くし手の内に入れたのだ。それでは花満天を使った魅惑のパンを開封してみよう。ミッシュ、いわゆる乾杯、花満点、濃い、まるで旨味爆弾。バリバリの皮、鰹節みたいな香りが広がる。その背後にキャラメルのような甘さ、中にふにふに、ルヴァンのヨーグルトのような酸味が押し出すように、花満点のミルキーさが広がる。作って作って作って、花満点と格闘して見えてきたものがある。成分とかでも勝手に決めない方が割といいような気がしますね。その自分でガンガンやってみた方がいい。やった方がいいですね。とりあえず何でもやってみないと本当のなんか顔っていうのが分かんない。でやっぱりあと製法も何種類か試さないと、うん、おそらくその本当のなんていうか持ってるポテンシャルが見えてこないよね。ポートリーズやっぱ1日取ってで、オーバーナイト1日取って、まあ3日かかるんですけど、うまみが爆発するっていうか、香りが。花満天のうまみ異常っすね、あれ。あれ、花満天めちゃくちゃうまいんですよ。パンピーポーから車で25分、同じ川越市の中に花満天の畑がある。原信一さんの原農場。都心から高速を使えばわずか1時間、こんなに広大な小麦畑があるなんて。初めて若松さんと畑に行った日、自分が使っている花満天を見て感動し、時を忘れたようにずっと戯れていた。原信一さんが丹精込めてきたこの畑、よりにもよってここに遊水地の計画が持ち上がっている。畑に堤防が作られ、洪水の時は
水没を余儀なくされる。そうなれば畑は荒れ果ててしまうだろう。もとより治水は大切だが農業も大事。原さんは治水と農業の共存を求めて計画を考え直すことを求めて活動を行っている。象徴的だ。小麦という生命が育まれる喜びもその危機も私たちの気づかないすぐ近くで起こっているのだから。そんな原さんに若松さんが花満点で作るパンは勇気を与えている。チョコフランス、栗の渋皮に、ご覧の通りもちもちパン、皮じんじんくる、さつまいもやポテチのような香ばしさ、ゆっくり立ち上がる甘さ、ふんにゃり、やわい中身は今にも溶けようとロックオンしていたかのように舌に乗った瞬間じゅわり。ココアが香って一拍遅れて小麦の甘さが加わって、さらに栗の渋皮煮の甘さが重なり、ついにパーフェクトチョコに達する。三段時間差攻撃。埼玉県産だけではない、小麦それぞれの特徴を引き出せるのが若松シェフ。リュースティック、北海道産小麦使用、バターが入ってるんじゃないか。入ってるだろう。いや絶対入っているはずだ。ところが入ってない。北海道産小麦を熟成によって完全に引き出すとこうなる。パリパリして甘い皮はまるでブリオッシュ、中身は冷えたバターの香り、もちもちとろも豊かにあふれ出す穀物感。この味はなかなか出せない。黒ごまのベーグル、チェリークリームチーズ、ベーグルも得意とする若松シェフ。もちもちジャパニーズベーグル、春よ来いならではの甘さ、とろーんとチェリーとクリチが相まって甘酸っぱくキュンキュンする。クルゴマとクリチというボーダーレス感覚が面白い。パンピーポーは面白パン製作所でもある。食パンのミミさん、ミルククリーム、ミニ食パンか、その中に耳が埋まっているのか、耳から生えた耳、正体は甘さの優しいクッキー、カリ、粉っぽい香りが溶け出す。さらにミルククリームがじわり、甘さが少し控えめな生地、もっちりのスローモーションだ。まるでメロンパンのようにクッキーの甘さがじわじわと広がって、パンの甘さに火をつけゆっくりと満ち足りていく。舞台は整った。この男の本領を今発揮する時だ。本当に生地がうまいパン食べたいピーポーたちよ、この店に集え。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。いいね、コメントもお待ちしております。